フィリップ・エルンスト・マリア2方園ローエンド・エシリングス・フィルストは、ドイツの主単ですヘル。旧諸行、方園ローエ,エ家の一員、ホー方園ローエ・エシリングス・フィルスト校ドイツ国民オリンピック委員会の前身、ドイツオリンピック委員会の初代会長となった。ドイツ帝国最小を務めた、クロートビヒ2方園ローエンド・エシリングス・フィルスト校と、その妻で、ルートビヒツーザインビトゲンシュタインザイン公の娘。 マリーの間の第三次長男として生まれた。マッテイ・アレクサンダーとは対照的に政治に関わらなかった。フソデンライのシリングス・フィールスとの強小な所領を経営するから、最初の妻が婚肢として持参した、ボヘミアのポジェブラディ城の城主として、温泉町ポジェブラディの発展に尽くした。1896年よりドイツオリンピック委員会初代会長を務めた。死後、 弟モーリッツが高価の家徳を継いだ。最初の妻シャリクレイは、曽祖,祖父であるギリシャ系銀行家、ゲオルク・ホンシナより相続したポジェブラリ城を、婚子として持参した1882年1月10日に、ウィーンにおいて、在王ギリシャ大使、グレゴール・イプシランティ公爵の娘シャリクレイと最初の結婚をした。彼女の弟エマヌエル・イプシランティは、ギリシャ王国の閣僚の一人だった。 夫妻の間には二人の娘が生まれたが、どちらも溶接した。シャリ・クレーと死別した。翌年の1913年8月6日、平民女性、ヘンリエッテ・ギントラーと再婚した。ヘンリエッテには、フォン・ヘルベルクの貴族性が与えられた。彼女との間の一人息子、アレクサンダー・フォン・ヘルベルクは、第二次世界大戦中に、フランスにて戦死したが、結婚し四人の子供を残した。 ありがとうございます。